無双を転覆してしまう。しかしあなたは光が種になった。民を守る奇跡の木、今は誰も見たことのない。方法はあるにはある。少し姑息ではあるがの、意識空間は何も知らぬ者にとっては非常に抽象的なものじゃ。じゃがわらわはちょうど鋭意の眷属、多かれ少なかれあやつの居所を感知できる。言い換えればその場所が空間のどの位置にあるか具体的にはわからぬが、何時を A のもとに送ることはできるということじゃ。抽象的位置？何言ってるんだよ。理解しなくてもよい。もっと簡単に言うと、今のあやつの周りにあるすべてのものは混沌に包まれておる。乱流のように無秩序、無理に入れば荒波に飲まれ時間と空間の中に迷い込んでしまうじゃろう。だからこそ一心浄土に入るときは意識を物体へと宿す方法が一番安全なんじゃ。え、じゃあおいらはやめとくよ。 お前たちは行ってきてくれ。まあ行かなくてもよいじゃろう。最悪 A を失うだけじゃろうしな。お前がわかった、行くって。決意は固まったようじゃな。では何時らを送るとしよう。これは、いや何でもない。この乱れた感じ、わらわの考えを裏付けておると思っただけじゃ。そうじゃ、空間に入るときは何時の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。抽象空間の巨大な波に飲まれないためには自らの意識を一定まで高める必要がある。意識を強く保ってこそわらわは何時を最も適した位置へと送れるんじゃ。扉が開いたぞ。入るがよい。わらわは外で待機しておる。何時の最後の保険としてな。わらわの神、何時に託したぞ。わらわのため、そして稲妻のため、全力を尽くしてきてくれ。巫女を信頼していいんだよな。さあ行ってくるがよい。何時の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそわらわは何時を最も適した位置へと送れるんだ。あなたたち、一体どうやって再びここへ？それにどうして姿が昔と同じままなのですか？この戦い、実に懐かしい。今のあなたの意志は、まるで永遠に関する規則を定めた時と同じように固いのですね。無数の戦いの中、あなたは一度も負けることなく、一片の迷いもありませんでした。たとえ、私が永遠における全ての敵を目の前に示しても、
あなたは動じなかったでしょう。それほどまでに規則に従おうとする意志、称賛に値します。あなたこそまさに永遠の守護者の名にふさわしいもの。彼女たちがこの空間に戻ってきた時、まるで運命に導かれた必然のように感じました。ではこの決戦をもって私たちの500年以上にわたる宿命に終止符を打ちましょう。決戦？まさか。旅人さん、下がっていてください。私にとっては次の始まりとなります。私有を決するに必要な時は王国の繁栄と滅亡を見届けられるほどです。私有を決するに使わんとする力は大海を覆し天を滅ぼす。私有を決するに求めし意志を心を伝え無双を転覆してしまう。しかしあなたは今なお存在して、私は永遠に存在します。逃げ道はありません。愚鈍です。決発断絶。フッよっフッフッフッグドンです。フッフッ裁きの雷。フッ千住よっフッ今しめ。ヒュッ邪魔者の粛清を見切りました。ここまでです。あなたの勝ちを認めます。あなたは過去を超えることができないと考えていましたが、私の思い違いだったようです。あなたの魂を軽視していました。永遠に摩耗することのない意志は、結局のところ、未来を抱けないのですね。あなたは未来の心配をする必要も、一人で前に進む必要もありません。あなたの強さは私が一番よく知っています。私一人の力ではこの決闘の敗者は私だったでしょう。しかし武芸の形と限界は刀を振るう理由によって決まります。私が背負いし者は天候へと向けられた幾千もの眼差し。それを思うたびこの無双の一心が震えるのを感じるのです。まるで誠から受け継いだこの刀が私に気づかせ鼓舞しているかのように私も感じていました。先の戦いの中、それは確かに新しい力を放っていたこと。その力は私の認識をも超えたものです。これは誠の刀です。もしかしたら私が彼女を心から理解した時にのみこの刀は全力で応えてくれるのかもしれません。無双の一心を強く握りしめると彼女と一緒に戦っている感覚になります。馴染みがあるのにそれを知らない感覚。一度も刀を振るったことのない彼女がずっと私のそばにいるかのように。認めましょう。あなたのその新たな意志は魔耗によって生まれたものではない。もうあなたの規則を修正する行為を妨げるつもりはありません。これからもこの身はあなたの協力者です。もう変えることのできない規則を作りはしません。あなたはこれまで私の過去を表す存在でした。しかし今日からはあなたが私です。誠はただ一度たりとも私を武器とみなしたことなどありませんでした。私も決してあなたを道具とはみなしません。本当に変わったようですね。これが人間のよく言う
成長というものでしょうか。わかりました。私があなたの影となりましょう。かつてあなたが誠の影であったように、私の行うべき責務に変わりはありません。しかし武者として、今後もこのような戦いの機会があることを期待しています。勝負そのものについては、まだ不服と、そういうことですか？いえ。ただ、今までに感じたことのない、新しい感覚だったからです。あれはもう一度味わうのに値するものでした。もう戦いは終わったのか？これで本当に全部終わったんだよな。ん？こんにちは、エイ。それからこれを見届けている者たち。私はライデン誠。かつて責務を全うすることができぬまま散り、あなたたちにあまたの厄介事を残してしまった前代の雷神。誠？私は今とても嬉しいわ。あなたならきっとここまでたどり着けると信じてた。私は無双の一心へとかすかに意志を残しておいたの。あなたがその力を全て発揮した瞬間、私が現れるようにね。どうしてこんな回りくどいやり方をしたのか。それはあの時のあなたが自分の考えを信じて疑わず、何も聞き入れようとしなかったからよ。ただ私にはあなたの考えが変わるまで待つ時間がなかった。だからこのような形であなたを待つことにしたの。どうか許して。しかし、そんなこと私には一度も。全てが急すぎたのよ。本当にごめんなさい。いきなり稲妻をあなたに託さなければならなくなり、ずっとあなたに悪いことをしたと思っていたわ。あなたが無双に固執しないためにも、もともとこれらの道理は私が順を追って教えていくはずだったのに。あの時寒類野で起こることが分かっていたのですか？ええ、多少ね。どの属性の失勢にとってもあそこは無視できない存在だから。今の私にはもう時間を感知することができない。この再会がどのくらいの時を経たものなのか、そしてその間に稲妻で何が起きたのかわからないけど、それでも私は知っているわ。あなたはきっといいこととなく涙をこぼしそうになりながら、とても険しい道を歩いてきた。そうよね。幾度となど、私を見くびらないでください。ほら、認めてるじゃない。そういった可能性も考えて、あなたに贈り物を残しておいたわ。稲妻の苦痛を和らげるためにね。これを受け取って。私の最後の意識が消失する前に。でも、最も重要な一歩は、あなた自身の手でね。神を守る奇跡の木。今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは。時間を無限に引き伸ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで、神王は天理の金庫から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど、
私は稲妻の未来を見届けることも、あなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる？エイ、私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで、神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？人も役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。